はい、どうも皆さん、こんにちは、ナテです。ということで、今回は、冷凍庫の中に鶏肉ですね。まあ、安売りの時にいっぱい買ってた鶏肉が余ってて、そろそろ使わなきゃいけないということで、鶏肉のガーリックライスを作っていきたいと思います。実際にガーリックライス作るの初めてなので、ちょっとごたつくかもしれませんが、やっていきます。はい、それじゃあ、ニンニクを先に切っていきたいと思います。まずこれがニンニクチップですね。ニンニクチップ。卵。はい、卵です。じゃあバター。したら私はお米を冷凍でやってるので解凍させて。そしたらね、このお肉パリッと仕上がってくれるように、小麦粉、あれ小麦粉だっけ片栗粉だっけ、まあどっちでもパリッとなるさ。じゃあここにガーリックチップ使ったね。ガーリックチップはこんな感じでキッチンペーパーの上に置いておきます。急げ、お米。さらバター、醤油、ちょっとネギも余ってるのでネギ、バターの匂い最強か。そしたらこいつはお皿に移しておきます。はい、ガーリックライスに、よいしょ、鶏肉を乗せる。はい、オッケー。はい、ということでこんな感じでガーリックチキンライスの完成です。結構時間かかっちゃった。こんな感じどうですか。ちょっとニンニク焦げた。まあ気にしない気にしない。よっしゃ、それじゃあね、食ってみたいと思います。じゃあいただきます。ふふ、うまもう口に入れた瞬間に美味しいって分かった。口の中の細胞がね、美味しすぎて今歓喜の声を上げてたわ。ニンニクも効いててめちゃくちゃいいね。それじゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしね、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いします。じゃ、また。バイバーイ。うまっ。